さあ再開していきましょう。期待冬編の2日目というか、全体で言うと11回目なんですけど、やっていきますよ。12月29日号ですね。29日号、現実でも12月29日でございます。はい、わざと時間を揃えてる。どうもアザラシです。12月29日朝、外は快晴だ。今日はターニャと函館へ行く約束をしている。待ち合わせは札幌駅だ。函館に行くのにさ、どれくらいで行けるのかな。北海道の札幌から札幌駅で待ち合わせるよりさ、ターニャはさ小樽にいるんだからさ、小樽で待ち合わせたらいいんじゃないかなって思うけど、どうなの北海道民的にどうなの。だからわざわざターニャはさ、函館札あぶねえ、あぶねえ。これが怖いんだよ、期待は。無言で返すとこだった。まあ、ぐっすり眠れたよ。どちらかというとね。イエス。それじゃ、イエス。そろそろ行きましょうか。そう、だから、北海道民からしたらちょっと教えてほしいわ。小樽から札幌出て、札幌から函館に行くっていうのは、普通なのかどうなのか。ターニは札幌に一泊でしてるのかな。よくわからない。そこがわからない。函館駅前着いた。函館駅前こんな感じだったかな。函館初めてですか。まあ初めてって言っとくか。うん、初めて。実は私も初めてなんです。北海道に来て。あれ、こんな感じだったっけ？なんかバーガーキングがあったよ。この駅の右の方に。外に出て。バーキンあって。違うことをやってみなくっちゃ。待って。知らない街は。違う、バーキンがあったの小樽だ。知らない道はこれから開く。函館駅こんなじゃないよ、全然。もっと近代化してるよ。もっと全然近代化してたよ。うん、変なオブジェクトとかあったような気がするし、お土産のコーナーとかもすごかったような気がするぞ。どこ行こう。 PHS 使えばよかったかな。おお。どこがどうということはないんだけど、ここが、右下に、この朝市の右下にちょっと線路が見えるね。まず朝だから朝市でしょ。朝市で海鮮丼を。おお、朝市はあんま変わってない感じがするな。行ってみましょうか。行ってきましょう。ねねねねねねね。聞いたことない曲だ。ターニャのテーマなのかもしれない。初めて小樽の市場に来た時、並んでいる品物の種類と量の多さに驚きました。そうか。それを見て私は日本の豊かさを感じたんです。でもこの市場はあの時見た小樽の市場よりもずっと大きくて賑やかですね。確かに。でも今の日本は不況だし20年間布教やってるよ、日本は。なんなら、どれくらいだ、はい、どれくらいだ、日本の布教は。政府や企業の豊かさ。ずっと布教だぞ。高級な乗用車は一部のお金持ちの豊かさです。おう。でも、市場の豊かさは国民一人一人の豊かさですよね。ですね。次はどこに行きますか。何の話昔はこのゲームやった時は全然なんか函館とかイメージつかなかったけど、なんか行ったことあるとまた一味違うな。ベイエリアなんかホタテの貝殻がいっぱいバシャーってなって、おっと、行ったことねえ。なんだここ。行ったないよ。行ってないよ。小樽。私の育ったナホトカの町も同じ匂いがしました。ナホトカとかどんなとこなんだろうな。グラススタジオがありますね。ちょっとだけ寄ってもいいですか。ええよこれをさ、ええよって言わんかったらさ、無視して行かせないんだぜ。すげえゲームだよこれ。ありがとうございます。行こうぜ。それでは行きましょうか。行こうぜ。ターニャ。ターニャも髪黄色いし、俺も黄色いからなんかちょっとあんまり良くないな。色合い的にあんまり良くないな。おー、これがガラスショップ。素敵な作品がたくさんありますね。ありますね。特にこの花瓶、素晴らしいです。全くわからん。すごく繊細で
それでいて力強さを持った風。せやろか。私もいつかこんな作品を作りたいです。これガラスなの本当に。でもあと何年かかるでしょうね。いやー結構大丈夫、自信を持って。不思議ですねあなたにそう言われたらなんだか自信が湧いてきました。ニヤニヤしてしまう。こんな、こんなあの全然浅い言葉で、浅い言葉で喜んでもらえている。今のは単純にね、物を褒めるんじゃなくて、ターニャの心に寄り添うっていうことで、そういうことですよ。温泉行きたいかな。ちょっと、まあ、ご了解かな。温泉行きたいけどな。そんなターニャのまあ温泉なんて、そんなね。外国人墓地。あなたといると温かい気持ちになります。そうか。ずっと昔に感じていた気持ち。パパミがあるってことだね。今ではもう忘れかけていた気持ち。あの私。ごめんなさい。どういうあれなの？ガイドブックに書いてあるんですけど、パパミがある。パパカツミがある。名前のロシア料理のお店があるみたい。カチューシャ。ちょっとだけ寄らせてくださいね。あ、これはいいねが、でもいいよがなかったね。問答無用で寄らせてくださいねだった。カチューシャ。家を出て日本に来た時、私は祖国を捨てたつもりでした。そうだったのか。でもそんなこと無理なんですよね。そりゃそうよ。街を歩いて、だってそんなに髪の毛が金髪だし。つい足が向いてしまいます。行きましょうか。行きましょう。俺も日本を捨ててなんかどっかの国に行ったとして、日本料理屋があったら行きたくなるんだろうな。この紅茶とっても美味しいですね。あれ、そんな服だったっけ。寒い季節、家に帰るといつも母が入れてくれた。下に前かがみになるという。でも私エンゼルの紅茶も好きなんですよ。あ、喫茶エンゼルね。知らぬ国に来て初めて味わう。後ろにある絵が気になりすぎる。ピカソかな。どちらの紅茶もとても美味しいです。2つの祖国を持つこともそんなに悪いことではないのかもしれませんね。せやな。そろそろ日が暮れてきましたね。函館山の夜景見に行きましょうか。あー、しまったー。もったいぶりすぎて、風呂が、ターニャと風呂が、あー、ターニャと行く風呂が、下心しかない風呂が、こんな綺麗な、こういうことよ。こういうところよ。初めて見ました。本当は風呂に行きたいけど、これが函館の夜景なんですね。なんかね、それは行き過ぎじゃないみたいなところを持って、結局時間切れになっちゃう別にゲームなんだからさ、その朝一風呂でもよかったぐらいだよ。離れてから初めて見えてくるものって、一度見てみたいな、函館の夜景っつうのな。この夜景の美しさも、一度見てみたいわ。祖国の思い出も、死ぬまでに一回でいいけど。母の思い出にも。でもね、多分一人で夜景見るとね、死ぬほど凍えるんだろうな。いつかロシアに戻ろうと思います。そうなの。両親に会って、きちんと事情を話して。あれ？それでもう一度日本に帰ってきます。両親健在だっけ？いつまでも過去を引きずっていたら、未来は切り開いていけない。ターニャの父親死んでなかったっけ？日本は素晴らしい国。あ、そう、フェリーがあるな、左上。美しくてあったかい国です。寒いけどな。おっと、危ねえ。おぉ危ねえ。今のタイミングで会話を挟めと。寒いんで、そろそろ帰ろうか。ターニャに自分の気持ちを確認させる。これおかしい。これしかないんだがな。これしかないんだが、言っちゃっていいと思う？唐突すぎない？たかだか一回デートにしたぐらい、夏に一回、冬に一回くらいかな。たかだかさ、どうなんだろうな。ちょっと先走りすぎじゃないかなって気もする。でも行っちゃう。僕はターニャのことが好きだ。ごめんなさい。あ！今はまだ
何も言えません。寒くなってきましたね。そろそろ帰りましょうか。ダメだったっけ？ここでこういうの言わない方がよかったっけ？気持ち聞いた方がよかったんっけ？あれ？なんかどうなんだ？チョッキしたけど。ささっとちゅ。ターニャ、もちろんターニャ以外におらんが。俺小樽歩きたいんだが。札幌なんてそんな見るとこねえよ。このゲームにおいては。で、あすっか。ちょっと気まずいな。好きだとか言って、なんか今はまだとかって言われちゃって。お預け食らっちゃって。ちょっと電話しづらいっす。俺だったらもうなんか、あ、失敗したのかなと思っても電話かけないよ。はい。1ヶ月か半年ぐらいはもう、疎遠になっちゃう。あ、こんばんは。今日はとても楽しかったです。でもグイグイ行くね。主人公くん、グイグイ行くね。で、また明日、やっぱり、はい、こいつの行動力の高さ。電話待ってたんです。あ、そうなの。へー。楽しみにしています。だったらさ、だったらあの別れ際にさ約束すればよかったんじゃないのか。今日の函館港の帰りの電車ぐらいでさ、じゃあ明日ちょっと札幌あたりに行かないかいっつってさ、約束すればよかったんじゃないの。待ってるぐらいだったらさ、君たち。さて、これからどうしようかな。飯は？晩飯は？春子さんの晩飯を食いたいんですけど。移動しようか。まずは移動。風呂。あれ？飯パートがないとちょっとお腹がすくね。クイズパート。カチューシャが出てきそうな気がするな。最初に行ったのは、朝市。三角市場は、小樽の、あれだよね。小樽の市場だよね。二条市場わからんけど。活気のある市場だったな。次に行ったのは確か、どこだったっけ。ベイエリア。ベラドンナ。ベイリア。ベイスター。おー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 おお。横浜ベイスターズ。あ、月星たちよ。歌えてない。次に行ったのは五稜郭の近くにあるロシア料理のお店だった。確かカチューシャ覚えてます。刀注射。意味がちゃんとできてる。刀注射。間違えないようにね。カーディガン、カーティンか、カチューシャ。これ間違えないことの意味は本当に何なの。あそこのロシアンティいや、やめとこう。ロシアンティって確かジャムとか入れるやつですよねっていう。なんか、他のとこでも言って、夏とかにも言ってるような気がする。なんなら、わからん。期待で知った知識だな。ふるさとの味、マスターの優しさが嬉しかったんだろうな。そして最後は函館山の夜景。ものすごく綺麗で、感動しちゃったな。なんかある？ないな。はぁ、しかし風呂に行けないこの、これよ。こういうところよ。いや、行かないけどな。行けたとしても行かない。いや、仕方なくだな、とかって思っちゃってるところがあったな。はぁ、そういうところだな。よし、まあ今日はここまでだな。ここでセーブしておしまいだな。なぜ現実に即して、期待をやってるのかは不明だが、ちゃんと一日ずつやってます。明日はまた明日、動画を撮っていきましょう。12月29日はここまで。明日12月30日はまた12月30日分として動画を撮って、夜にあげようと思います。ということで、ほんなまった。